昔から川が美しく、川の都市と呼ばれたでしょうか。愛より青い南港は、暗い夜に乗り、神事城の城壁と壁を回って、直村人でその流れを止めます。今ご覧の画面は、NSP 通信が単独で撮影した神事南港路灯祭りを空から眺めた様子です。遠く赤い光には、たくさんの人々の願いが火を灯し、トンネルを作っています。今夜も神事は、路灯の共演が繰り広げられる幻想的な世界を作り出します。神事の都心を横切る南港には、何千もの柔らかな明かりが灯されるまで、波であるかのように流れています。優しい路灯の明かりは時空を超えて2012年10月の今夜、南港を美しい光で彩っています。人々が浮かべるその多くの願いは、誰かの愛と明日への希望を込めて流れているということでしょう。市民が灯した光たちが静かに流れていきます。今日も神事の夜は、神事南港路灯祭りと、それぞれの生活と願いがかけられた路灯とともに、歴史の水路の中を流れていっています。神事南港路灯祭りは、過去と現在をつなぐ架け橋として、飛躍する神事の未来を導き、世界最高の祭りとして、これからも成長し続けていきます。NSP 通信、金城若菜でした。